猫大猫は、日本各地の何箇所かに伝わる巨大な猫の会である。代表的なものとして、麻布の大猫などといった名で知られる、江戸郊外町の大猫がいるほか、同じ江戸市中の大崎袖が、先、紀の国、現在の和歌山県及び、三重県南部、越後国、現在の新潟県の本州地域などに、それぞれ個別の大猫の記録がある。現在では、 江戸麻布の大猫、麻布の大猫、麻布の大猫伝説などといった名で知られている、江戸郊外町の大猫会館である。なお、江戸時代当時も、麻布という地名は、麻布村、麻布三原野町などという名で存在したが、大猫がいたという場所の地名は、郊外町で、今は、元麻布と呼ばれている、当時の麻布村などとは違う。従って、江戸麻布の、 麻布ブでは、近場とは家見当外れな場所を指して、大猫がいたとする名称になってしまう。つまり、現在名称は、当時を伝えていないわけであるが、この名しか通用していない以上、用いないわけにはいかない。しかし時代交渉を踏まえるなら、江戸郊外町の大猫もしくは、郊外町の大猫という呼び名がふさわしく、これを論拠として、本校のセクション名に限って、 江戸郊外町の大猫を用いる。かかる大猫の会館は、武蔵区に茨原郡郊外町、江戸市中の郊外町。明治2年、1869年以降の東京府、麻布区麻布郊外町、現在の東京都港区南青山6.7丁目、西麻布2.24丁目界隈での出来事として、今は西麻布。 東京都港区西麻布と呼ばれる地域で観光された河原版、右の画像を参照に記されている。時期は不明ながら、江戸時代前期の河原版はほとんど現存せず、中期のものも少ないのであるから、後期と見るのが妥当であろう。この地にあったとある、江戸下屋敷に、ご隠居付きの盲目のハリーがいたが、治療の帰りに消息を絶った。多くの人々がハリーを探したものの、行方は、 用として知れなかった。しかし幾かかのち、ハリーは畑の小枝ぼで発見され、解放の末に正気を取り戻した。これを聞いた下屋敷の人々は、狐、陽子に化かされたのに違いないと考え、狐大事に乗り出した。あちこちから集められた狐釣りの名人たちが狐を捕らえようと、夜ごと挑んだ結果、5匹目にして、ようやく名人で、 百姓の一人がそやつをらえた。ところが、らえてみたらばそやつは狐などではなく、全身半模様の猫であった。猫は、猫でも、立丈一尺三寸、立った姿勢の時の体高約三十九点四センチメートル、横三尺二寸、自然な姿勢の時の長さ、全長か東道長かは不明約九十七点零センチメートル、という見たことも聞いたこともない王猫で、 尾がふたまたに割れていたという。袖が先の大猫は、江戸における、仙台立屋、立地宗家事業地の一つである、大崎袖が先に新設された下屋敷、大崎袖が先屋敷にて、悪さを繰り返して打たれたという大猫の怪異産である。ただのサネカズが、文化8年、1811年に刊行した、改装期、昔話の巻一に掲載されている。 ただのサネカズラの祖父、竹安、工藤康代が、獅子山公、道の仙台藩第五代藩主、伊達総家、第二十一代当主、伊達吉の隠居屋敷、仙台藩下屋敷の一つとして隠居後の吉村のために新設された、大崎袖が先屋敷のことに勤めていた時の話という。怪しげな出来事があったのは、下屋敷の落成駒もない頃ということであるが、 伊てよ村が隠居して、袖先隠居と呼ばれるようになるのが息子に家督を譲った、漢方三年七月、千七百六十三年の八月か九月後であることとすり合わせて、ちょうどこの頃と推定できる。大崎袖が先屋敷では、昼夜の別なく、長屋に、どこからともなく拳台の石が投げ込まれる、宿直の侍が枕返しをされる、どうが突如として消える、かやの釣手が、 一斉に切れて落ちるなどといった怪しげな出来事が相次いでいた。そのような最中のある日のこと、犬ほどもある大きな猫が長屋門の軒下あたりで眠っているのを見て、近似の者が鉄砲で撃ち殺したところ、それより後、怪しい出来事は起きなくなったという。奇襲熊野の大猫は、江戸時代半ばの寛猿2年、1749年に刊行された節和、節話集。 新著文集に収められている、江戸時代初期の大猫い遺産である。同書の編纂者は、紀州藩士で学者の神や溶遊圏と考えられる。徳川の世の初め頃、紀の国室群熊の紀の国の南部地域で城古における熊の国域。現在の和歌山県熊野市を含む後半地域の山の中、山陰になるとある洞窟に、虎と見孫うほどの大きな獣がいたという。 そやつは山里にも降りてきて狐や犬を捕らえて喰らうのであるが、時には人が追いかけられることまであった。そのような時は里人、山里の地元民が鉄砲、ひなわ銃で撃つものの素早く逃げを失せてしまうという。捕らえたのは上京二年五月1685年6月頃のこと、あるものの仕掛けた罠にその獣がかかったのであった。そうして、 獣の正体を確かめてみたところ、イノシシほどにもなる、大きな猫であった。時山城の神の大猫は、新馬老寮、領、大田南保の随筆、半日間和の巻十六に収められている大猫、カイである。泊山の大猫は、越後国王沼郡塩沢村、爆藩大制下の越後ゴゴ領出雲崎大館所、支配塩沢村。 現在の新潟県南魚沼郡塩沢町の文人鈴木牧師が江戸時代後期の天保8年1837年に表した北越切符の書編巻の下に記されている大猫である足跡がお盆ほどもあったという楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください